日本埼玉県埼玉市緑区。サイドサイドは埼玉県埼玉市緑区の町名。現行行政地名は、サイド1丁目からサイド指定目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0907。埼玉市の南読地名の一つに数えられる。埼玉市緑区西部の大宮台地に位置する。地区の東側を、大和三室や中を、南側を原山。 西側を浦和区瀬ヶ崎、北側を浦和区大東と接する。最寄り駅の北浦和駅からは3キロメートル強。地区北部を通る埼玉県道1号埼玉、川口線沿いを中心にロードサイド店舗が広がっている。生産力地地区として畑などの農地も点在するが、地区内は主に住宅地で、宅地開発が進んでいる。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、サイド指定目27から2の地点で16万円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵区に足立郡浦和寮に属するサイド村であった。1690年より大谷口村より分村したと言われている。村高は原独号町では122国で以降は増減なし。スケ号は 中山道浦和塾に出役していた。火星期の世帯数は30件34で、村の規模は東西6町余り、南北8町余りであった。地名の由来は、諸説あるが、同祖土人の社が混流していた説や、戦国期に再度とさまもるが、当地に居住していた説がある。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は東北本線浦和駅が再度指定目27-2の地点よりおよそ 3.1km の場所にある。ありがとうございます。